さあ、というわけで、今夜もこんばんは。今夜は、お久方ぶりの、ラジオのお時間ですね。というわけでですね、こんばんは。今夜もですね、お聞きいただきまして、ね、今回はですね、ご覧になっていただいて、ではなく、お聞きいただきまして、マジあざます。ね、お久方ぶりのラジオ、真夜中乙女のお時間でございます。ね、いや、いつぶりだろうね。いつぶりですかね。ね、そんな感じでですね、今回のんべん、たらりと、のんべんくらいかな、とね、お話をしていこうかなと思っておるんですけども、ねえ、こう、なかなかね、私、こう、配信的なものをね、やっておりませんで、ねえ、やったらいいんですけども、私ね、この、なんだろう、音声を撮っていたりとか、その、いつもですね、ゲーム実況さん動画とか、ねえ、いろんなの、音声を撮ってたりするのがですね、夜中なんです。なのでですね、なかなかね、なんだろう、この動画をね、こう動画っていうか、まあ、動画ではあるんですけども、その音声をですね、お聞きになっている方、ね、お聞きになっている君のね、時間とはこう、なかなかね、合わなくてですね、ね、こう、配信をこう、ね、今の時間からやっても、こうね、もう、配信ゼロ人、こういう結果で終わりですね、みたいなね、そういう、動画って言っちゃってるんですけども、ね、この動画をご覧になっている方が、ね、どんぐらいこのネタわかんのかな。参加者は誰一人来ませんでしたっていうね。いやー、今何なさってんのかな、シャムさん。ねえ、なんかね、こっち去年になんか引退なさったらしいんですけども。ねえ、本当に今何なさってんのかな。さあ、そんな感じでですね、今回はラジオとなっておりますので、ねえ、画面はここから変わりませんから。ねえ、どうぞですね、この音声をね、再生しながら、ねえ、こう、お布団に入っていただいて、ごゆっくりね、お布団に入っていただいて、ねえ、再生ボタンを押して、ねえ、10数えますか。なんかね、羊を数える音声っていうのも、ねえ、前作りましたね。本当になんだろう、このラジオ番組っていうかは、ねえ、この音声を聞いているあなたが、ねえ、こう、ぐっすり眠れるようにというところとですね、こう、なんだろう、あらゆるところがフリーという感じで、フリートークという感じですので、いろんなの動画さんの方でいただきました、ね、コメント等、ね、コメントをしていただいたね、ところにこういろいろ反応していただかせてもらったり、いただかせてもらったりってなんだろう、ね、させてもらったりですね。ねえ、他にもいろいろツイッターさんとかの方でも、リプの方いただきまして、そういうお話もしていこうかなと、思っております。ねえ、詰まるところこう、中身のない、中身はこうないわけではないですけども、ねえ、こう、なんだろう、なんだろう、すべてためになることとかは言ってないので、ねえ、こうね、私がいただいた、お話にね、こう、なんだろうね、お返しというか、ねえ、思ったこととかね、言っていこうかなと、ね、思ってるんですけども、ねえ、こうなんだろうね、どなたかが、こうね、何かを言っている、その音声って結構、聞いてるだけで、眠れたりしませんか。ねえ、そんな感じのね、音声となっております。ねえ、なんかなんだろう、お正月、年末年始に、本当にね、たくさんの方にまた、チャンネル登録の方していただきましたので、ね、改めてこう、いろんなね、ご説明も兼ねて、やっていきたいなと思ってるんですけども、ね、当チャンネルはですね、夜眠れるようになっていただく音声と、ですね、ゲーム実況とですね、あと、声真似的な、ねえ、感じの、この三つのね、この柱というかで、ねえ、活動しておりますので、で、この動画をご覧になっている、君も、このうちのどれかの、ねえ、ジャンルの動画さんからですね、当チャンネルに、ご来訪いただいたと、ね、いただけたと思っておるんですけども、ね、チャンネル登録とかもそういうところから、ね、していただけたと思うんですけども、前にね、センシルさんの、実況シリーズの方で、どういうジャンルからね、その3本から、どういうところから、来ていただけたのかなというのが気になるというお話をしたらですね、いろいろ教えていって、いろいろね、教えていただいたんですけども、ねえ、なんか今までね、こう、教えていただいたことなくて、ねえ、なんかね、私話しかけづらいとかですね、いろいろ言われたことありまして、なんかいろいろお話をね、いただけない感じのところがあるのも、そういうところもあるのかなと、
ねえ、まあ、単に不人気だからじゃねって話もあるんですけども。お話をいただいた中で結構あったら、声真似系動画からね、ご来訪いただいたと、ね、チャンネル登録もしていただいたというお話をね、結構いただきまして、ねえ、トラファルガー・ローのね、俺の別荘に、何の用だ、悪霊や。あ、あいつは、王家してるかいトラファルガー・ロー。ねえ、そんな感じの音声をアップしてる。いや、今のセリフは音声でアップしてなかった気がするんですけどもね。他どんなのやってましたっけ？リヴァイ兵長は結構やってましたね。この、なんだろう、素の声の関係で、なんか似てるくね？何が似てるくね？みたいなね。ねえ、お話をこうね、結構いただいてまして。ねえ、なんか真似した方が似てるって言われるんですけども。どういうことよ？真似しねえ方が似てるってどういうことよ？ねえ。そんな感じですので、ね、調子に乗って声真似してみたらね、逆に似てないと。何、真似しない方が似てるってね。ねえ、真似しない方が似てて真似すると似てないっていうね。ねえ、困った。お前はよく戦った。おかげで俺たちは、ここまで来ることができた。俺は選ぶぞ。夢を諦めて死んでくれ。神兵たちを地獄に導け。獣の巨人は、俺が仕留める。ドーンみたいなね。その教えていただいたのは折原イザヤ。折原イザヤ、私も好きなんだな。デュラララ、そこには、切れた奴らが集う。てっ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 てれれれ。音声でね、アップさせていただいているのは、デュラララのね、ドラマシリーがありまして。でしたっけ？なんか折原イザヤと、なんだっけ、平和島しずお、しずちゃんが、こう、なんだっけ、そのね、365日だったが、その、1ヶ月ごとだったかに、のことについて、こう、いろいろとね、こう、寸劇というか、やりとりをね、してくれるドラマ CD があるんですよ。ねえ、その冒頭のセリフだったと思うんですよね。ちょっとね、セリフを思い出せないですけども。ねえ、折原イザヤといえば、あれですよね。ヒトラム！俺は人間が好きだ！愛してる！だからこそ、人間の方も、俺を愛するべきだよね。みたいなね。ねえ、他だとね、だいぶね、前のところになると猫神様とか、ねえ、神様ですにゃっていうね、キャラがあるんですよ。ねえ、ぜひ猫神様とかで、ね、ね、検索していただくと、ね、出てくるんですけども。ねえ、あとですね、DGS。ええー、いや、神谷さんと、小野さんがやってるラジオあるんすよって、ね、教えていただきまして。ねえ、そこのなんだっけ。ねえ、ガルサおじさんって知ってますかね？ガルサおじさん。ねえ、なんかトースポ読んでるね、声が神谷博士さんのおじさんっていう確かキャラだったと思うんですけども。ねえ、ガルサおじさん。ガルサおじさん。神谷博士、小野大輔の、ディアガルストーリーズっていうね、ラジオさんやってるんですよ。たまにツイッターさんの方でですね、トレンドワードになったりしてますよね。とかですね。とかですね。ねえ、そういうニッチなところもですね、私カバーしてまして。ねえ、メジャーなところはこうね、もっと似てる方というか、ねえ、こうやる方いっぱいいらっしゃいますんで。ねえ、それこそリヴァイ兵長とかね。全然なってない。やり直せ。リヴァイとかですね。あと、トラファルガーローとかね。トラファルガーロー意外といらっしゃらないんですよね。なんでなのかな。ねえ、なんかリヴァイ兵長本当にね、やる方いっぱいいらっしゃるんですけども。ねえ、なんかわかんないけど、こう、トラファルガーロー、ねえ、やる方はあんまいらっしゃらないっていう。ねえ、そういうとこもあって、なんだろう、トラファルガーローさんの声真似をしながらね、某バトルアゲームさんを、ねえ、やってみたとかね。やってみたとかね。やったんですけど、なんかリヴァイいっぱいいるけど、なんでこうローいねえんだろう、みたいなね。ねえ、なんかこう、ね、どっちもこう低い系の、神谷博士さんなので、ねえ、リヴァイやってる方はトラファルガーやりそうな感じありますけどね。ねえ、ベルゴさんとかね。とかね。ねえ、心臓があれば、お前なんか負けはしねえんだ。ねえ、ルーム、シャブルズ、カウンターショックねえ、とかね、みんなやればいいのに。やればいいのに。他だと互い系だとね、折原イザヤとか。ねえ、あと野良神っていう作品をご存知でしょうか。ねえ、野良神の宿とかね。神のご加護があらんこと。野良神の宿もやりましたね。
最近だと神谷博士さんは、水曜どうでしょうね。大泉洋さんの声を当ててらっしゃいましたね。どういうことだよと思いましたよね。あとですね、朗読。ね。眠れるようになる朗読というものも結構やっております。結構でもないんですけども、こう最近ね、がっつり朗読する時間がちょっと取れなくてですね。ねえ、本当だったらね、一個、朗読だけするチャンネルとか、作りたいなと。ねえ、ずっと思ってるんですけども、こうね、がっつりね、こう朗読をする時間がなかなか取れなくてですね。ねえ、羅生門と走れメロスをね、読んだ、動画っていうか、音声があるんですけども、そのね、朗読も、スーッと全部読んでるように、ねえ、音声を聞くとなってるんですけども、結構途中で噛んでまして。なので、取る時間が結構ね、私的には必要なんですけども、本当にね、こう、激烈人気な YouTuber さんにね、こう、ならしていただいて、もう専業でね、できるようになれば、一本ね、朗読のチャンネルをね、こう、眠れるようになる朗読チャンネルっていうのを、ね、サブで一個作りたいんですけども、ね、本当にコンスタントに、再生して、ね、いただいてるようでして、ね、解析がいろいろね、見れるんですけども、で、それで新しい朗読をね、作ってほしいみたいなお話もね、いただいてるんですけども、なかなかね、読む時間が取れなくて、ね、本当に専業になったらお約束します。ねえ、専業にもし、今年ね、こう、すごく人気になって、ねえ、こう、もう専業の YouTuber さんでやってけんじゃねみたいなね。もうそんな感じになりましたらね、もう一本、朗読だけやるチャンネル、もう青空文庫さんのね、作品全部読むぐらいの、ねえ、そういう感じのね、朗読チャンネルも、ねえ、一本作りたいなと、ねえ、思ってるんですけども。そうですね、ゲーム実況さん、の方はですね、各ゲームさんの中の方で、メッセージとかですね、いただきまして、プレイしてるゲームさんの中で、ね、メッセージとか送れたり、する機能があると、ねえ、そういうの動画見てますと、ねえ、本当にね、そういうのでメッセージいただけるようになったのが、去年の秋ぐらいから、それは全然ね、いただけなくて、ねえ、で、末ぐらいから、続々とね、コメントとか、ねえ、そういう各ゲームさんのね、フレンドさんになっていただいたりとか、ねえ、本当にね、ゲームさんのね、フレンド数の方が、今年中にチャンネル登録者さん抜きそうっていうね。本当にね、チャンネル登録者さんをガシガシね、今年もね、増やしていきたいというか、増やしていこうっていうと、なんか、若干違和感ありますよね。だってね、私もなんですけども、別に、チャンネル登録をしなくても、動画って見れるわけなんですよ。ねえ、なので、チャンネル登録するメリットってあんまりね、見る方からすると、ないね、気がね、ずっとしてるんですよ。ねえ、でもこうやってる方からすると、チャンネル登録、ね、たくさんしていただくのがだいぶ肝というか、ねえ、だいぶ大事になってくるんですけども、ねえ、なので、増やしていこうっていうよりかは、なっていただけるように、ねえ、頑張っていくしかないよ。そうですね、やっぱり見て、ね、ご覧になっていただけないと、あまりこうね、一人で、ね、部屋で喋ってるのと変わんないですから。ねえ、なので動画アップしたら、やっぱ見ていただいてね、一つ完成というか、ねえ、っていう感じもありますので、ねえ、今年もね、本当にたくさんね、動画をご覧になっていただけるように、ねえ、張り切って回りたい所存ですけれども。で、そんな感じでですね、今回のラジオも結構いい感じの時間とっておりますので、ねえ、ラジオも定期的にね、やっていった方がいいのかなと思うところもね、あったんですけども、なかなかね、いろんな時間の流れというか、ねえ、動画撮ってたりする関係で、ね、ラジオが途中で途切れたり、ね、シリーズ化しようと思って、確かね、去年だったかに始めたと思うんですけども、いつの間にか途切れたなっていうね、ねえ、ところもありますので、ね、毎週何日かラジオの日みたいな、ねえ、日にしたいっすね。何をがいいかな。って感じで、今回のラジオはこんな感じです。ねえ、ここまで、聞いてる君、ねえ、聞いているってことは、眠れなかったかい？いやー、ほんとなんかすみません。すみません。ねえ、理想としては、全部ね、お気になっていただきたいんですけども、ぐっすり眠ってもいただきたいので、ねえ、途中で、
その、やべ、その声真似下りの話をしてるあたりから、ちょっと寝てしまって聞けてないんだよね。ね、そういうお声も結構嬉しい気がします。ね、あの、いろいろね、またあれば、こちらのね、ラジオの、なんだろう、コメント欄にもですね、いろいろ書いていただくと、ね、そちらの方も、お話をね、していきたいなと思ってましたので、どしどしね、あの、コメント欄に、いろいろ、書いていただきますと、ね、それについてお話ししますよ。ねえ、なので今年は毎週一回こう、ラジオの時間というか、をね、撮っていきたいですね。ねえ、と思っております。とりあえず一つのそのね、今年の、なんだろう、ねえ、やっぱ年が変わってね、こう変わったことも、こう、なんだろうね、変化をこうつけていきたいなと思うところもありますので、ねえ、なんとか週一回、どっかで、ねえ、ラジオの時間を、ね、撮りたいなと思っておりますので、よかったらですね、お気になって、ね、ぜひ、寝ていただければなと思います。寝ていただければなと思います。あとですね、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントともぜひよろしくお願いいたします。ね、本当にですね、チャンネル登録の方もしていただきまして、ぜひ、応援してくださいね。というわけでですね、今回のラジオはここまでにしたいと思います。さ、私はですね、また、次の動画、いやさ、次の夜にまた、お会いしましょう。お相手は、あなたの夜のお友達、私でした。それではまた、次の夜に。